トライポッドスタジオユーストリームビーイング第3回目の主人公は三戸町にある割烹料理の老舗割烹白山の専務取締役本庄貴弘さん。やらなきゃ納得しない人なので、そうですか。反対しても、もう絶対やってるので。同じ食堂の方も、メニューもガラッと変えて、どちらかというとこう、観光のお客さんとか、接待に使えるお客さんも食堂にこう呼び込めるような感じで。44年続く老舗に、新しい風を巻き起こす、若き経営者の戦略に迫ります。